まあ、結構多くの学生さんがおっしゃるんですけれども、それは結構間違ってるし危険だよと。こういう人はですね、ベンチャーですぐに昇進して、ベンチャーの中で中役について、待遇が良くなったりみたいなことはあります。去年正しいと言われてたことが、今もう間違ってるみたいなことに、普通に1年間でなるんですね。こんにちは、就活コンサルタントの竹内です。今回ですね、ベンチャー企業の就職に向いてる人という話をしたいと思います。向いてる人ということでもあるし、ベンチャーに就職してもやっていける人というふうに捉えた方がいいかもしれません。よくそういう話をするとですね、まあ、いろんな学生さんからいただくのは、まあ、僕はね、変化とか刺激を求めるタイプだからベンチャーがいいと思いますとかね、あるいは将来起業したいからベンチャーに行こうと思いますとか、早くスキルを身につけたいからベンチャーに行きたいんですみたいなことを、まあ、結構多くの学生さんがおっしゃるんですけれども、それは結構間違ってるし危険だよと、いうことについて今回お話をしたいと思います。まあ、基本的にですね、ファーストキャリアでベンチャーに行くっていうのはかなりリスクが高いです。まあそのリスクが高い分の、リターンを享受できる人と享受できない人がいるんですけど、大半の人はそのリターンを享受できません。なので、まあ今回の動画では享受できる人を簡単にとお伝えさせていただくわけですけれども、まあ大半の人はそうじゃないわけですね。でベンチャーで前回もお伝えした通り、やっぱり給料が大手に比べて出しづらいですし、福利厚生とかそのあたりも出しづらい。で、労働組合もないから守られづらい。あと教育制度も整ってないから、スキルとか何もない人にとってはあまりきちんと教えてもらえないから体系的に物事が学べないよという意味で、まあ、結構不利だという点はやっぱりあるわけですね。まあその中でですね、本当の意味でベンチャーで、まあ、やっていける人、ベンチャーが向いてる人はどんな人なのかということについて今回紹介したいと思います。ベンチャーに向いてる人っていうのは正直言うと3つのタイプしかありません。1つ目は何かスキルがものすごくある人ですね。スキルっていうとそのビジネスで使えるスキルです。まあ分かりやすい例を出すとですね、ものすごくハイスペックなエンジニアなんかはいいと思います。例えば最近ですとそのメルカリさんが新卒でね、すごくできるエンジニアは、ね、初任給1000万で雇ったみたいな話ありますよね。まああれがすごい分かりやすい例かなというふうに思うわけです。そういったエンジニアの人って自分で最悪ね、コードを書いてガンガン自分で作ってもいいし、まあ別にやろうと思えば独立もできるけど、まあでもその管理のコストとか営業とかめんどくせえから、まあベンチャー入った方がまあいいかなみたいなので入るみたいな、そういう感じのタイプですね。はい。まあこういう人っていうのは、まあ非常にベンチャーでやっぱり重宝されますし、まあ仮にそのベンチャーがなくなっても、まあ別のベンチャーにすぐ就職できたりするわけですね。今エンジニアの話をしましたけど、別にエンジニアじゃなくても営業でもいいと思います。ものすごく営業力があるというような人だったら、ベンチャーに入ってインセンティブでゴリゴリ稼ぐみたいなこともできます。あるいは、まあマーケッターとかでもいいですね。学生時代にものすごくマーケティングをやってて、そのフォロワーを何千万人みたいな。何千万人は、まあ、難しいと思うんですけど、何万人何十万人作るだけの技術があってみたいな話だったら、まあ、正直まあそうしたらベンチャーでも大手でもどこでもいけると思うんだけれども、まあ、ベンチャーに入った方がそのインセンティブもらえるからみたいな話だったら、まあ、ベンチャーに行くのは向いてんじゃないかなというふうに思うわけです。まあ、何にせよですね、こういったまあスキルがある人っていうのは、まあ、ベンチャーに入っても十分やっていけますし、ベンチャーの方がむしろ稼げるっていうこともまあ十分あると思いますから、検討してみるといいかなというふうに思います。二つ目ですね。二つ目はですね、何でもまんべんなくこなせるようなオールラウンダーな人ということですね。なかなかいないんですけどね。具体的に何かっていうとですね、営業でも事務でも総務でも何でもすぐにキャッチアップして、すぐに習得してできちゃうよみたいな人です。まあ、ある意味容量が良いという人かもしれません。で、自分で何かを吸収してできるし、人の管理もできるし、部下の育成もできるし、全般的に全てがまあ80点出せますみたいな、まあ東大生にいるかもしれないですけど、そういったようなタイプの人です。でこういう人はですね、ベンチャーですぐに昇進してベンチャーの中で中役について待遇が良くなったりみたいなことはあります。ベンチャーっていうのはどんどん仕事が変わります。どんどん会社の状況も変わります。うちの会社なんかも、まあ、まさにベンチャーなんですけれども、去年正しいと言われてたことが今もう間違ってるみたいなことに普通に1年間でなるんですね。そういったものに対してとつなくキャッチアップしてついていけるっていうような人はやっぱりベンチャーでどんどん上の地位に行けるというふうに思いますし、給料もどんどん上がっていくと思いますからいいと思います。こういう人は逆にですね、大手とかに行くと、ちょっとまあ、なんかスピード遅いな、みたいな、かったるいな、みたいになっちゃうかもしれないんで、ベンチャーはいいかなというふうに思います。まあ、もしですね、勤めてるベンチャーが潰れても、こういう人は夜良いし、成績とかね、結果出せるんで、まあすぐに別に他のベンチャーに行ったりとか、大手行ったりとかも結構できたりしてます。オールラウンダーのね、人はね、ベンチャーに向いてるんじゃないかなというふうに思いますね。3つ目ですね、メンタルが強い人ですね。メンタルが強いと、大手に行った同期の友人たちと会った時とかね、なんか比較された時に、へこまないわけですよ。普通の人だったら、お前、その会社行ったのはどこそれとかってね、言われたら、うわーみたいななっちゃうわけじゃないですか。だけど、いや、そんなんどうでもいいから、みたいな感じで、スパッと跳ねのけられたりするような、まあ、メンタルがあったりですとか、あるいは、まあ、よほどね、その会社に行って、朝から晩まで働いてやりたいことがあるぜ、みたいな、周りの評価とかどうでもいいぜ、みたいな、そういった人なんかは、やっぱり、まあ、ベンチャーがいいかなというふうに思います。やっぱりですね、前も申し上げた通り、ローンを組むときに不利だったりとか、あるいは婚活とかで、女の子、まあ、男性だったらね、女性と会うときに、どこの会社で働いてるのって言われたときに、まあ、大手って言ったら、あ、いいね、みたいになるけど、ベンチャーとかよくわかんない会社だと何それってなっちゃうわけです。そういうのに対しても、そんな知らんわ、みたいな話で、スパッと跳ねのけられるような強いメンタルがある人は、ベンチャー向いてんじゃないかなというふうに思います。
というわけで、まあ、今お伝えするとですね、まあ、分かっていただけると思うんですけど、大体の人がベンチャー向かないということなんですね。多くの学生はですね、まあ、スキルもないし、何でもそつなくこなせるわけでもないと。しかもメンタルもすごく強いわけじゃないっていう人が大半だと思います。だからやっぱりファーストキャリアはできるだけ、まあ、大手とか含めてですね、研修がしっかりしている会社とか、スキルが身につくようなところとか、きちんと入って、ちゃんと成長することをお勧めしたいと思います。よくね、ベンチャーは成長って言いますけど、まあ、でもベンチャー教育制度あまりないですから、我流の成長になりがちです。なので、まあ、きちんと型を身につけて、ちゃんとした仕事の型、仕事をする、まあ、プロとしての型を身につけたいという話であれば、やっぱり最初は大手を目指すべきなのかなと、僕自身は思います。もちろんですね、大手にスキル身につけたら、その後ベンチャーに行くっていうのは普通にできるわけですから、だったら最初大手の世界を見てからベンチャーに行った方が人生ではいいんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、僕自身もそうして今ベンチャーをやってて、まあ、ベンチャーはベンチャーのやっぱ面白さがあるし、大手は大手の勉強になるとかありますから、まあ、そのあたりもね、ぜひ考えながらやっていただきたいというふうに思います。まあ、ちなみにですね、ホワイトアカデミーは大手でもベンチャーでもまあどっちでも行けるようにまあ対応しておりますし、まあ、正直ベンチャー企業ってさっき言った通りスキルが高くないと入れないということで、まあ、実は難関だったりするんですね。なので、まあ、大手行きたい人もベンチャー行きたい人も、まあ、両方対応できて、両方の相談に乗れますから、まあ、困ってる人であれば、まあ、ぜひ来ていただくといいのかなというふうに思います。ぜひご検討ください。今日もですね、一つお知らせがあります。この番組では現在ですね、まあ、視聴者さんからこんな動画を撮ってほしいとか、こんなことを教えてほしいとか、これについて意見をくれとかね、こんな相談がありますとか、まあ、なんかそういった、まあ、ご意見を募集して、それを動画にしようというふうに思っております。なので何かですね、気になることとか相談したいことがあれば、あるいは作ってほしい動画があれば、ぜひね、下のコメント欄に書いていただければというふうに思います。はい。というわけで、このチャンネルでは承認難問が、就職活動の役に立つノウハウを配信しています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。で、今日は以上です。ありがとうございました。労働時間が長すぎる。残業代が支払われない。働き方改革が進んでいる昨今ですが、世の中には、職場環境があまりにひどいブラック企業が未だに数多く存在します。もしブラック企業に入社してしまうと、あなたの人生はめちゃくちゃにされてしまいます。しかし巷の就職エージェントや就活塾は、企業からマージンを得るためにブラック企業に無垢な学生を斡旋しています。彼らのせいで知らず知らずのうちにブラック企業に入社してしまうケースが後を絶ちません。この悲惨な状況を変えるべく立ち上がったのが、ホワイト企業入社に特化した完全個別指導型の就活スクール、ホワイトアカデミーです。ホワイトアカデミーは強力なサポーターがあなたの就活をマンツーマンで徹底的に支援します。週1回1時間以上の指導を受けていく中で、就職活動に必要な対策が完璧に整います。講師はいつでも親身にあなたの相談に乗りますので、あなたが納得のいく企業から内定を取るまでサポートが続きます。さらにホワイト企業のリストをなんと1万2000社分所有しています。このリストを用いたホワイト企業の分析、ロジカルシンキング力の養成、理想の人生を歩むためのキャリアビジョン設計、これらを通じてあなたは最高のファーストキャリアをスタートさせることができます。宿題や授業をオンラインでこなすことができるシステムもありますので、もしあなたが地方や海外に住んでいたとしても大丈夫です。ホワイトアカデミーのサポートを受ければ、あなたはホワイト企業から確実に内定を手に入れられます。万が一一社もホワイト企業に内定できなかったときは、授業料を全額返金いたします。業界ナンバーワンを5つ達成したホワイトアカデミーにぜひご相談ください。無料相談はお一人ずつ丁寧に対応させていただくため、毎月20名しかお受け入れできません。少しでも興味があればお早めに無料相談会へお越しください。ファーストキャリアはあなたの一生を大きく左右します。ホワイトな大企業に入社できるのは新卒の時だけですので、ホワイトアカデミーで一緒にホワイト企業の内定を手に入れましょう。